オーストラリアの原子力潜水艦建造計画が進む中、海上自衛隊の潜水艦に決定していれば、今頃運用を開始していたと、後悔しているとかいないとか。今回は、オーストラリア原子力潜水艦建造計画に、新たな視覚化を詳しく見ていきますね。また、フランスの名前が出てきてますが、どうするのか。でもなフランスならありえそうな気がしてくるな。2021年9月に、オーストラリアとイギリスとアメリカとが、電撃的に締結を公表したのが、新たな軍事同盟であるオーカスであり、その目玉は、オーストラリアが、イギリスもしくはアメリカから、攻撃型原子力潜水艦を調達するという内容だった。それまでのオーストラリアの潜水艦といえば、6隻を運用中の通常動力型潜水艦のコリンズ級があり、その後継艦も、フランスの攻撃型原子力潜水艦のシュフラン級を、通常動力型へと変更したものをアタック級とし、導入を進めていた。このオーストラリアのアタック級導入に関しては、そもそも、論として、対シュフラン級を、通常動力型に変更するという、手間や、計画スケジュール自体の、大幅な遅延など、たびたび、その行方が物議を醸していた状態ではあった。そのため、アタック級をフランスが受注した際には、その競合として、ドイツや日本からの通常動力型潜水艦の提案が退けられた経緯もあり、どこか、日本においては、そのリベンジを期待するかのような主張も絶えなかった。日本にしてみればその時に最新鋭だった。そう。流型をベースとした潜水艦をオーストラリアには提案していたと言われているが、当時の安倍政権はじめ、日本の兵器輸出の実績に意欲を見せていたことは間違いない。しかし、今考えれば、仮に、この時に、日本の提案が採用されていたとしても、オーカスの締結による攻撃型原子力潜水艦の調達の代わりとなったはずもなく、結局は、フランスと同様に、契約の破棄は避けられなかったのではないだろうか。それを考えれば、日本の提案がその時に採用されなかったことは、むしろ歓迎すべき事態で、いらぬ労力と混乱を引き受けずに済んだのだと、好意的に解釈した方が、精神衛生上からも、はるかに好ましい結果だったと捉えて、しかるべきと思われる。ただし、オーカスの締結で、実際にはしごを外されてしまい、大いに面子を失った、フランス政府の憤りは激しく、一時的に、アメリカやイギリスとの外交関係が、険悪な状態に陥るなど、同じ西側陣営とはいえ亀裂は、大きかった。こうした、フランスとアメリカやイギリスとの、政治的な関係の悪化は、一部で憂慮されたものの、2022年2月に生起したロシア・ウクライナ戦争のインパクトで、個人的にはかなり薄らいだ印象を感じてきていた。この2023年3月には、オーカスをめぐる攻撃型原子力潜水艦の計画として、まず、最大で5隻、アメリカからのバージニア級の購入を行い、次に、新造艦として、同盟名をそのまま冠する。オーカス級を調達する方向であるとの報道がなされた。今回オーカス級とその艦級の名称が決定された攻撃型原子力潜水艦はイギリスによる設計が正式に決定したとされ、オーストラリアのみでなくイギリスも自国のアスチュート級の次の潜水艦として両国で調達を進めることとなる模様だ。こうした現実のオーストラリアの攻撃型原子力潜水艦の計画が少しずつ輪郭を見せ始めている中で、2023年4月にはそのオーカスの枠組みの中に新たにフランスが参画し、そこで建造されるオーカス級をフランスも採用するとのニュースが一部で報じられた。このフランスのオーカスという軍事同盟への参画と
そこで建造される攻撃型原子力潜水艦をフランスも採用することにより、その同盟、および、新造される潜水艦の名称内にも、フランスを加え、これがフカスと解消されるという内容だった。このオーカスへのフランスの参画及び、そこで建造される攻撃型原子力潜水艦をフランス自身も採用するという内容は、目にした多くの人々が一瞬で察知したように、言ってしまえば、エイプリルフールにちなんだ単なるジョークだろう。どう考えても、自国ではシュフラン級という攻撃型原子力潜水艦の建造を進めているフランスが、その面子をかなぐり捨ててまで、イギリスの設計による新型艦を対採用するはずもなく、武器輸出で外貨獲得と影響力を保持する姿勢の同国にとって、利点は何もない。さらに言えば、その新たな同盟、および潜水艦の名称が、フカスと解消されると、一見最もらしい主張を唱えてはいるが、そうなってしまえば、フランスの F は確かに追加されているが、オーストラリアの A はどこかに消えてしまっている。そもそものオーカスとは、オーストラリア、オーストラリア、イギリスユナイテッド、キングダム、アメリカユナイテッド、ステイツの頭文字を組み合わせたものであり、せめてフランス F を足した F オーカスとでもしないと意味をなさない気がする。さらに言えば、仮に、本当に、フランスがオーカスに参画するとしても、現行の大元のオーカスが、オーストラリアの新たな環太平洋地域での軍事同盟という前提上、フランスの頭文字が先頭に置かれるという可能性は、限りなく低いとしか思えない。まあ、細かいことを言い出せばキリがない。単なるエイプリルフールの余興と考えるべきなのが、フカスというニュースの楽しみ方なのだろうが、一部に、こうした内容であっても、真に受けてしまう方々が、少なからずいることには、驚きを禁じ得ない。今回のフカスであれば、仮に、その内容を信じたからといって、それが、即、何か、重大な問題を引き起こすという、事態には直結しないとは思われるが、インターネット上に拡散されるフェイクニュースへの耐性を弱める可能性は否定できない。近年では、2020年のアメリカ大統領選挙における陰謀論、そして新型コロナウイルスに対する陰謀論、そしてもちろん、今、まさに、現在進行形のロシア・ウクライナ戦争についての陰謀論など枚挙に暇がないほどフェイク情報は、世に横行している。これらに対する免疫をなくしてしまう可能性があるという一点において、今回取り上げたフランスのオーカスへの参画というフェイクニュースを信じてしまう危うさを老婆心ながら禁じ得ず、長々と記述した次第である。さて、実際のオーカスでは、オーストラリアが攻撃型原子力潜水艦を戦力として整備するには、1アメリカ、およびイギリスの潜水艦の寄港頻度の増強、2アメリカからのバージニア級の購入、3オーカス級の新造のステップを踏む。アメリカ海軍のバージニア級の場合、艦艇の背面には12機のトマホーク巡航ミサイル専用の VLS 垂直発射艦を持つが、イギリス海軍のアスチュート級は、VLS 垂直発射艦を装備しておらず、トマホーク巡航ミサイルは、魚雷発射艦から運用している。今後は、イギリスが設計するオーカス級が、どのような仕様を持った攻撃になるのかが留意すべき点となろうが、オーストラリアが、その獲得に乗り出した南シナ海における、中国軍の牽制という目的からは、VLS、垂直発射艦の搭載は必須になるだろう。中国は南シナ海の大半を一方的に領有したという主張とその既成事実化を人工島の軍事拠点化等で推進しているが、南シナ海を支配したいとする大きな動機の一つが
戦略型の原子力潜水を同海に入浴させるためだと考えられている。中国の沿海の中で、黄海や東シナ海は、その大半が、水深が浅く、貴重な核兵器キャリアとしての戦略型原子力潜水艦が潜むことに適しておらず、その条件を満たすのが、十分な水深の南シナ海であると見さされている。中国海軍は、海南島に、潜水艦の大規模な基地を設けており、そこを通じて、094型進む旧戦略型原子力潜水艦を南シナ海へ進出させており、同艦の SLBM には、当然、核弾頭を搭載可能な JL-2 弾道弾が配備されている状態である。JL-2 弾道弾は、実におよそ 7400km と目される射程距離を持つため、南シナ海からであれば、オーストラリア全域をすでに攻撃圏内に収めており、これは当然のことながら、日本もすっぽりとその中に含まれている。